それでは、千葉県サイバーセキュリティお助け隊事業の実証成果についてご報告させていただきます。はじめに、実証事業の概要です。サイバーセキュリティお助け隊は、経済産業省の予算により昨年度に引き続き実施された実証事業です。今年度は全国で15の地域単位で実施され、千葉県サイバーセキュリティお助け隊は、損保リスクマネジメントが実施しました。実施体制ですが、千葉県サイバーセキュリティお助け隊は、こちらに記載の通りの体制で実施しました。損保リスクマネジメントが IPA から事業を請け負い、株式会社千葉銀行、千葉銀コンピューターサービス株式会社、株式会社ラック、損害保険ジャパン株式会社と連携して実施しました。事業の背景と目的です。近年、サプライチェーン全体の中で相対的に対策が弱い中小企業等を狙ったサイバー攻撃が増えていると言われています。また、攻撃を受ける側である中小企業等において、サイバーセキュリティに対する意識、優先度が低いことや、市場で提供されているセキュリティ機器やサービスが中小企業等が利用しやすい価格や内容になっていないという課題も確認されています。サイバーセキュリティお助け隊事業では、事業を通じて中小企業等におけるセキュリティに対する意識や対策の状況、サイバー攻撃の実態、サイバー攻撃による被害の実態を把握することで、中小企業等の実態に即したサービスの開発とその定着を目的として実証を実施しました。千葉県サイバーセキュリティお助け隊には66社の事業者様にご参加いただきました。業種では製造業と建設業が、規模では従業員数で11から50名、売上高で1億から10億円の事業者様の参加が多くなっています。千葉県サイバーセキュリティお助け隊事業では、サイバーセキュリティに関する実態把握のために、こちらに記載のサービスをご提供しました。リスクアセスメントでは、アンケートや現地での調査とヒアリングを通じて、セキュリティ状況の実態を確認しました。リスクコントロールでは、実際に2つのセキュリティサービスを導入いただき、サイバー攻撃を観測しました。1つ目は UTM サービスで、ネットワークの出入り口におけるサイバー攻撃を監視しました。2つ目は EDR サービスで、パソコン端末におけるサイバー攻撃を監視しました。EDR サービスでは、不正なサイトへのアクセスやセキュリティの低い Wi-Fi への接続といったサイバーリスクにつながる使用状況のレポートも実施しました。両サービスを導入いただくことを原則としましたが、ネットワーク構成等によって導入が難しい事業者様については、いずれかのサービスのみ導入いただきました。最終的に UTM サービスは59社、EDR サービスは51社に導入いただき、両方のサービスを導入いただけたのは48社でした。有事対応では相談・問い合わせ用の専用ダイヤルを設置しました。それでは、実証結果についてご案内してまいります。まずは、セキュリティに関するアンケートの結果等から、千葉県の中小企業等のサイバーセキュリティに関する状況についてご報告します。はじめに、セキュリティに関するアンケートについてご紹介します。セキュリティに関するアンケートは、全24問のウェブアンケートで実施しました。65社様から回答いただきました。実際の設問はこちらに記載の通りです。設問の構成ですが、まず問1から4は後ほどご報告します。参加事業者様で万一サイバー攻撃による被害が発生した場合に想定される損害額を算出するための項目です。続いて、問5と6はセキュリティ対策の導入状況を確認する項目です。問7から11の5問は IPA の情報セキュリティ5箇条に関する確認項目で、この5項目の確認はセキュリティアクションの1つ星を取得するための条件にもなっています。問12はサイバーセキュリティに関する体制整備の状況として、セキュリティ担当者の有無を確認しました。問13はセキュリティアクションの実施状況や認知状況を確認する項目です。問14から20はサイバーセキュリティへの意識に関して確認しています。問20から23は、新型コロナウイルス対応下でその必要性が認識され始めているテレワーク・在宅勤務について、実施状況が感じている拡大について確認しました。問24では、今回実証参加事業者様限定で提供しているサイバー保険について関心の有無を確認しています。本サイバー保険についてはまだ加入可能ですので、
やはり加入を検討されたいといったご要望がございましたら、事務局までお問い合わせください。まず、サイバー事故発生時の想定損害額についてご報告します。参加事業者様の業種、売上高、保有する個人情報の種類と数から、国内外のサイバー攻撃による被害データに照らし算出しています。アンケートに回答いただいた65社の平均で、6290万円と高額になることがご確認いただけるかと思います。また、内訳を見ると、情報漏洩をした場合の個人や取引先への損害賠償よりも、ウイルス駆除や原因調査などの初期対応、個人や取引先へのお詫びといった対応にかかる費用の方が高額になる点もご留意ください。こうした費用はサイバー攻撃が確認されたら必ず発生するというところが、情報漏洩が行わなければ発生しない損害賠償との違いでもあります。サイバーセキュリティの世界は攻撃者側が有利で 100% の防衛策はないと言われています。万一の際の高額な出費に対応できるよう、サイバー保険への加入をご検討いただくようお願いします。続いて、セキュリティ対策の導入や体制整備状況に関する項目についてです。全体での結果と、従業員人数100人未満と100人以上での規模別で結果を記載しています。今や当たり前になったパソコンのウイルス対策ソフトについては、導入率 92% と、ほとんどの事業者様で導入が進んでいます。ウイルス対策ソフト以外では、ネットワークの境界線での防御策であるファイアウォール、UTM や万一に備えてのデータのバックアップは、規模を問わず一定の割合で導入されていることが確認できました。セキュリティ対策にかけている費用についてですが、平均で年間約90万円、中央値で見ると20万円でした。従業員人数による規模で見ると、従業員100名以下では年間12万円以内が、従業員100名超では年間50万円以内が最も多く回答がありました。続いて、体制整備の状況として、セキュリティ担当者の有無についてです。専任者がいるのは全体で約 8% と低いですが、兼務での担当者を含めると 60% と一定の体制整備が進められていることが確認できました。従業員人数による規模別で見ても、この傾向に変わりはありませんでした。次は、セキュリティアクション関連の項目についてです。セキュリティアクションは、一部補助金の要件にもなっている情報セキュリティに取り組むことを宣言する制度で、実証では、セキュリティアクションの普及促進のため、説明会での案内等も行いました。セキュリティアクションの宣言状況に関する問い13では、宣言済みの事業者は2社と少数でしたが、今後宣言してみたいという事業者は約5割でした。また、問い5から11では、情報セキュリティ5か条について回答いただきました。本項目によると、情報入手・共有の仕組みが他の項目に比べ実施されていないことが確認できます。この5問は、セキュリティアクションの一つ星の確認項目でもあり、アンケートに回答いただいた事業者様は、一つ星を取得できることになります。セキュリティアクションの宣言方法等の詳細については、本制度専用のウェブサイトをご確認ください。続いて、セキュリティに対する意識についてです。自社へのサイバー攻撃を認識したことがある事業者は7社と少数ですが、エモテットやランサムウェア等、近年多数報道されている手法による攻撃を実際に認識している事業者もいることが分かりました。また、取引先等からセキュリティ対策実施についての実施要請については、要請を受けたことがある事業者は9社と少数で、多くは保険会社や出入りしているベンダー等からの提案であることが分かりました。千葉県においては、取引先への要請はまだあまり行われていないと確認できます。セキュリティに関する意識として、セキュリティ対策を強化するきっかけになる要素についても確認しました。調査の結果、自社や同業他社など、自社にとって身近な組織が実際にサイバー攻撃を受けた場合に、最もセキュリティ強化の意識が強くなることが分かりました。また、第三者からの要請等の影響については、国、自治体、取引先という一定の圧力が生じる組織からの要請だけではなく、金融機関やベンダーからの提案についても、一定程度考慮されていることが分かりました。
テレワーク、在宅勤務に関する実態調査の項目です。まず、すでにテレワークや在宅勤務を実施しているかについては、全体で 29% の実施導入率で、従業員人数による規模別で見ると、従業員100名超の事業者の方が若干導入が進んでいるようです。また、テレワークや在宅勤務の実施のために導入した対策については、VPN や新クライアント端末など、リモートアクセスに必要な技術的な対策のほか、社外業務のためのルール整備と徹底についても実施したとの回答がありました。テレワークと社外での業務に関連して感じているリスクについても調査しました。最もリスクを感じているのは、約4割の事業者が回答した業務用パソコンを持ち出して使用するための技術的な対策が取れていないことでした。その他、使用パソコンの利用や社外で業務を行うための USB ツールや Wi-Fi への接続など、多くの項目で一定数の回答があり、テレワークや在宅勤務については多岐にわたってリスクを感じていることが分かりました。続いて、公開情報のサイバーリスク評価についてご報告します。こちらに記載の図は、サイバー攻撃の攻撃者が標的型攻撃をする際の手順、流れを構造化したサイバーキルチェーンと言われるものです。攻撃者はいきなり攻撃を仕掛けるのではなく、まずは偵察をし弱点を見つけた上で、その弱点を突く攻撃方法の準備などを進めていくことになります。今回実施した公開情報のサイバーリスク評価では、事業者様が持つドメイン等の公開情報をもとに、攻撃者、ハッカーが攻撃対象を偵察する場合の視点で、攻撃の起点となり得る弱点がないかをチェックしました。評価結果です。評価結果は、ホームページからドメインが確認できた57社へ実施しました。こちらに記載の9項目で、各項目について100点満点で評価をしたものの、全社平均を記載しています。評価の結果、アプリケーションに関するテクノロジーの項目で平均36点と弱点が多く検出されました。攻撃の起点となり得る弱点として指摘された項目のうち、多数の事業者で検出されたものをご紹介します。1つ目は、65% の事業者様で確認された TLS 証明書が信頼されていないことでした。TLS 証明書は、2つの端末間の通信を暗号化するとともに、通信先が本物であることを保証するための証明書です。この証明書に問題があると、サイト訪問者にこちらに記載の画面イメージのような警告が出てしまう場合があります。2つ目は、16社で検出された HTTPS 通信が有効になっていないことでした。ウェブページを閲覧するサービスとして代表的なものに HTTP と HTTPS がありますが、HTTP は通信が暗号化されていないという弱点が存在します。暗号化されていないため、こちらに記載の図の通り、攻撃者から通信を傍受された場合、通信の中身を簡単に見ることができ、情報を盗むことが可能です。実証では、機器設置のための現地調査等を実施しましたが、その際に確認されたセキュリティに関する課題をご紹介します。1点目は、自社の情報資産について把握・管理がされていないことでした。UTM を導入済みなことを把握していないケースや、ネットワーク構成についてヒアリングしたが、ベンダーに聞かないとわからないというケースなど、良くも悪くもベンダーに任せきりになっており、自社の情報資産について把握されていないことが原因と思われる事態が多数確認されました。2点目は、従業員の IT やセキュリティに対するリテラシーが不足していることから、対策導入の際など、担当者にかかる負荷がとても大きくなってしまうことでした。実証で提供した EDR サービスは、参加事業者ご自身で各パソコンにインストールいただきましたが、他の従業員ではインストールの実施が難しいため、担当者が一人で全てを導入しなければならず、希望している台数への導入を断念せざるを得ないケースが散見されました。続いて、実際に専用の機器等を設置して観測された千葉県の中小企業等へ向けられているサイバー攻撃の実態についてご報告します。まず、UTM サービスによる観測結果です。UTM サービスは、UTM という複数のセキュリティ機能を持つ専用の機器を、
インターネットと社内ネットワークの境界線、ちょうどルーターの位置に設置し、そこを通過する不正な通信を監視し、ブロック等を行うものです。実証では、UTM のセキュリティ機能のうち、4つの機能を有効にして設置しました。4つの機能とは、侵入してくるウイルスを見つけてブロックするアンチウイルス機能、迷惑メールを検知してスパムメールとしてタグ付けしてお知らせするスパムメールフィルター機能、出入りする不正な通信を検知してブロックする IPS 機能、不正な URL へのアクセスをブロックする Web フィルタリング機能の4つです。続いて、UTM に上乗せして提供した SOC サービスを説明します。SOC サービスは、前日の UTM 機器がブロックした内容をさらに分析し、確認が必要なもののみピックして、初期対応方法とともにアラートで通知するものです。確認が必要なものとは、例えば、侵入に成功したウイルスが攻撃者に指令をもらうために C&C サーバーというものに通信しようとしたとします。UTM は、この通信が C&C サーバーへの通信と見抜いて、ブロックし通知してくれますが、ウイルスを見つけ出すことまではしてくれないため、侵入に成功しているウイルスはそのままということになります。この場合、UTM がブロックしたときに発信するアラートの内容を自分たちで分析し、C&C サーバーへの通信が行われている、イコールウイルスが侵入しているようだということを認識しなければなりません。また、認識したらそのウイルスへの対処も考えなくてはなりません。ところが、UTM の検知は月何十件、多ければ何百件と膨大な数になるため、自分たちで全てを分析するとなると、専任者をつけるなど、相応の出資が必要となってしまいます。SOC サービスは、こうした分析やインシデント対応といった UTM 導入後に必要となる運用の負荷を大幅に軽減する機能です。UTM サービスは、59社に導入いただきました。うち5社は、もともと導入されていた UTM 機器をそのままご利用いただきました。10月より順次導入を開始し、12月25日までの約2ヶ月間監視をしました。監視日数の平均は 34.5 日でした。導入いただいた事業者様の業種、規模はページ下部に記載の通りです。従業員人数では21から50人規模、売上高で1億から10億円規模の事業者での導入が多くなりました。業種については大きな偏りはなく、多様な業種での導入となりました。それでは、攻撃の検知結果を各機能ごとにご報告します。まずは、侵入してくるウイルスを検知するアンチウイルス機能です。パソコンにインストールするウイルス対策ソフトが、各パソコンに侵入してくるウイルスを検知するのに対して、UTM ではネットワークの境界線で、社内ネットワークに侵入してくるウイルスを検知します。実証では、分析量が膨大となることで UTM のパフォーマンスが低下し、導入した事業者様の事業務に支障をきたすことを防止するため、ファイルサイズが 1MB 未満のもののみ分析対象としました。対象は狭くなりますが、パソコンに侵入してくる手前であるインターネットからの出入り口でも監視をすることで、ウイルスへの対策は強化されます。検知結果ですが、導入企業の約 14% である8社で合計52回のウイルスのブロックを確認できました。検知されたウイルスは、トロイの木馬とアドベアの2種類でした。ここでは、トロイの木馬の特徴等を整理しています。トロイの木馬は、表面上は無害なアプリケーションを装いつつ、パソコン等に侵入した後、攻撃を開始するウイルスです。侵入後に行われる活動攻撃は多岐にわたりますが、主なものとして、ダウンローダー型と言われ、他のマルウェアをダウンロードするもの、クリッカー型と言われ、ブラウザーの設定を変更した上で、勝手にブラウザーを起動したり、特定のサイトにアクセスさせるもの、バックドア型と言われ、攻撃者による遠隔操作を可能にする工作を行うもの、パスワード窃取型と言われ、パスワードやコンピューターの設定情報を収集し、攻撃者に送信し、漏洩させるものがあります。感染時の代表的な症状としては、突然電源が落ちる、ブラウザが突然再起動する、特に作業をしていないのにパソコンの CPU 使用率が高くなっているといったものがあります。こうした症状が起こる場合、感染を疑ってください。ウイルス対策ソフトで全体スキャンを実施したり、セキュリティベンダーへ相談しましょう。
続いて、アドウェアについてです。アドウェアは、広告を表示して収入を得ることを目的としたソフトウェアです。インターネットで誰でも自由にダウンロードし、利用できるようなフリーソフトをインストールする際に、一緒にインストールされ、感染することが多いと言われています。フリーソフトの利用規約をよく読むと、こうしたアドウェアに該当するソフトも一緒にインストールすることが書いてあることもありますが、書いていない場合もあります。感染してしまった場合の代表的な症状ですが、一つ目はブラウザを開いた際のトップページ、Google や Yahoo にしている方が多いと思いますが、そのトップページを勝手に別のページが表示されるよう変更してしまうものです。ブラウザの設定からトップ画面を元のページに戻そうとしても戻すことができず、仕方なく勝手に表示されたページの検索機能で検索をすると入力したデータが漏洩してしまうというものです。2つ目は、ウイルスに感染していますといった警告とともに突然ポップアップ広告を表示させ、ソフトウェアの購入を促すものです。購入できるソフトウェアは多くの場合が実際には必要のないもので、購入のために入力したクレジット番号等が流出する可能性もあります。3つ目は、ブラウザにツールバーを勝手に追加するもので、画面が小さくて見づらくなるというものです。続いて、スパムメールフィルター機能による検知結果です。スパムメールフィルター機能では、スパムメールを検知し、ブロックするのではなく、スパムメールとして懸命にタグを追加して通知しました。なんと、参加事業者の7割超の事業者において、合計67,080件のスパムメールが検知されました。実証では、こちらに記載の3つに分類して通知をしています。1つ目の Confirmed Spam は、すでにスパム送信者と分かっている先からのメールで、確実にスパムメールであると言えるものです。2つ目の Suspect Spam は、新たなスパムメールと疑われるものです。3つ目の Bulk Spam は、全体への一斉送信や自動送信で送信されており、スパムメールの可能性があるメールです。2つ目のサスペクトスパムとの違いは、ユーザーによっては申し込みアドをして希望して受信している可能性があるメールのことです。ここでは、スパムメールについて特徴等を整理しています。スパムメールには、広告宣伝メールや架空請求メールのような情報や金銭を得ることを目的としたものから、ウイルスメールのようなウイルスに感染させることを目的としたものまで存在します。スパムメールを受信しないようにすることは極めて難しいため、受信してもむやみにメールを開かない、反応しないようにルールを徹底して対処するほか、専用のセキュリティ対策を導入する方法もあります。次は、不正通信を検知し防御する IPS 機能による検知結果です。IPS は外部からの悪意のある通信と内部からの不正な通信を検知してブロックする機能です。わずか2ヶ月間の観測ですが、約3割の事業者で合計490件もの不正な通信のブロックが確認されました。業種別の検知件数では、運輸業、郵便業が261件で約半数を占める結果となりました。次に、IPS でブロックした通信の内容について、代表的なものをご紹介します。まず、外部から内部に向けられた通信です。上の2つは、クロスサイトスクリプティングという、サイトの訪問者を別のサイトに誘導してパスワード等を盗むための攻撃で、事業者のウェブサイトが情報摂取等のために利用されようとしていると言えます。3番目と4番目は、成功すると自社のパソコンを乗っ取られたり、本来はアクセスすることができないファイルを閲覧され、情報漏洩等を発生させる攻撃です。事業者自身を標的にした攻撃だけでなく、事業者のウェブサイトのユーザーを標的にした攻撃も行われていることが確認できます。ユーザーに被害が出てしまった場合、自分たちも攻撃に利用された被害者であるにもかかわらず、責任を追及される可能性があります。また、評判低下にもつながりますので、ユーザー、お客様を守るという観点でも、セキュリティ対策を考えることが重要になります。続いて、内部から外部に向けられた通信です。内部から外部への通信が IPS によりブロックされている場合、内部に侵入したウイルス等から発信された通信である可能性があり、前のページでご紹介した外部から向けられた通信よりも注意が必要です。こちらに記載している内容のうち、1番目と3番目は、
攻撃者に送り込まれたリモートツールによる通信である可能性があります。続いて、Web フィルタリング機能による検知結果です。Web フィルタリング機能は、ウイルスに感染する可能性があるといった悪意のあるサイトへの接続を検知し、ブロックする機能です。UTM サービスを導入した事業者の約9割で稼働が確認され、ブロックの件数は合計で約12万件に上っており、ウェブサイトを経由したウイルス感染等のリスクは高いことが確認できました。業種別では製造業が最も多い結果となりました。続いて、ウェブフィルタリング機能でブロックした内容の主なものをご紹介します。このページでは、検知数が多い順にトップ5をまとめています。4番目と5番目は、正常なサイトを装っているサイトへのアクセスですが、トップ3は、ゲーム関連、Facebook、アダルトコンテンツという、通常は業務にあまり関係がないと思われるサイトへのアクセスでした。ゲームや SNS 系のサイトは、チャット機能を持っていることが多く、チャット機能は不特定多数のユーザーが利用するため、リスクが高いコンテンツとなります。続いて、検知された事業者の数が多かったトップ5です。いずれも正常なサイトを装っているため、UTM などの技術的な対策なしでは気づくことが難しいものになりますが、アクセスした場合に考えられる被害は、マルウェア感染や情報窃取など大きなものとなりますので、皆様におかれましても、ぜひ対策の導入をご検討いただきますようお願いします。続いて、SOC 機能による検知結果です。SOC 機能は UTM のログをさらに分析して、確認が必要なもののみをピックして、初期対応方法とともにアラートでお知らせする機能です。実証では1件、緊急度ハイでアラートが確認されました。内容は、UTM は通信を通過させたものの、SOC 機能が持つブラックリストには、直近1ヶ月にマルウェアが通信している先として登録されていたため、検知することができたものでした。マルウェアの通信先というのは、攻撃者から指令を受けるための C&C サーバーへの通信である可能性が高く、イコール内部にマルウェアが侵入している、感染している可能性があることになります。UTM だけでは捕捉できなかったリスクを SOC 機能により捕捉できた事例ということになります。UTM サービスによる監視結果のポイントをまとめています。UTM のすべての機能が多くの事業者で稼働が確認されており、千葉県の事業者様においてはサイバーリスクは高く、そのリスクに対して UTM の導入は有効であることが確認できました。また、UTM だけでは検知できなかったものについては、SOC 機能による補足できたことから、UTM 導入にあたっては、SOC 機能も合わせて導入することが望ましいと言えます。すでに個別に実証結果速報とともにご案内済みですが、実証終了後の有料での購読サービス利用についてご案内します。UTM サービスを導入いただいている事業者様におかれましては、実証参加に伴う無料期間として、2月末までそのままご利用いただけます。購読サービスは、実証参加事業者様向けの特別価格でのご提供となりますので、この機会を逃さずに継続利用をご検討ください。購読サービスご利用のご提案については、個別に千葉銀コンピューターサービスより順次ご案内しております。ご継続の意向について、1月中をめどにお知らせください。継続利用をされない事業者様につきましては、2月中に機器等の撤去に伺いますので、日程調整等にご協力をお願いします。次に、EDR サービスによる監視結果をご紹介します。EDR サービスは、パソコンに入り込んでくるウイルスの監視と、パソコンの利用状況からパソコンがウイルス感染しやすくないかを確認するサービスです。ほとんどの事業者様で導入がされていたウイルス対策ソフトですが、検知できるのはウイルス全体の 90% ほどと言われています。EDR サービスは、そのウイルス対策ソフトをすり抜けるようなものも含めて検知できるウイルス検知機能を持っています。仕組みとしては、パソコンに専用ソフトをインストールして、パソコンの挙動を示すログ全体を分析するため、広く検知することができます。また、パソコンのログを分析し、不正サイトへのアクセス状況や Wi-Fi への接続状況、USB 機器の接続状況を見える化します。このパソコンの利用状況の見える化の機能が、
テレワーク等によりパソコンの社外利用が増えた状況において有効です。導入状況です。 EDR サービスは51社に導入いただきました。導入台数は492台で1社あたり 9.6 台となりました。平均で 57.8 日間監視を行いました。導入いただいた事業者様の業種、規模等はページ下部に記載の通りです。 EDR サービスではこちらに記載の項目について把握し、見える化し、導入化事業者様にはセキュリティレポートとしてご提供しました。不正プログラムについては、危険度の高いものを検知した場合のみ、緊急アラートとしてユーザーに通知します。それ以外の緊急度が高くないものについては、セキュリティレポートでお知らせしました。不正サイトへのアクセス状況は、不正プログラムが仕込まれているサイトやフィッシングサイトへの接続を検知し、接続先 URL とともにレポートでお知らせしました。Wi-Fi 接続履歴は、期間中に確認された Wi-Fi への接続をすべて一覧化してレポートでお知らせしました。接続した Wi-Fi の暗号化方式等から、その Wi-Fi のセキュリティレベルも評価して表示しています。セキュリティレベルの低い Wi-Fi、例えばパスワードなしで誰でも利用できるフリー Wi-Fi などは、Wi-Fi を経由してパソコンを覗き見られたり、不正な操作をされる可能性があるため、とても危険です。USB 機器の接続履歴では、USB メモリーによる機密情報の持ち出しや、紛失による情報漏洩につながるため禁止している USB メモリーの使用を把握し、管理できるよう、日時を含めて一覧化し、レポートで提供しました。監視結果です。7割強の事業者において、合計で3865件もの不正なプログラムが確認されました。そのうち約 4% である141件は、ウイルス対策ソフトによる隔離などがされていませんでした。また、パソコンの利用状況に関する項目でのリスクも多く確認されています。このうち、不正なサイトへのアクセスについては、UTM の機能によりブロックすることが可能ですが、セキュリティの弱い Wi-Fi への接続や USB メモリの利用については、本 EDR サービスのような別の対策が必要になりますので、後ほどご案内します。実証終了後の継続利用をご検討ください。不正プログラムの検知状況を業種ごとに見てみると、総検知数ではサービス業が1521件で最も多く、パソコン1台あたりの件数では学術研究・専門・技術サービス業が 22.6 件で最も多くなっています。また、検知された不正プログラムの分類ですが、マルウェアについては全体の約1割の337件確認されました。件数は11件と少数ですが、トロイの奥側も確認されています。EDR サービスの後続サービスのご案内です。EDR の後続サービスは、ソンポシェリフというサービスでのご提供となります。ソンポシェリフには、標準プランとライトプランの2プランご用意しており、主な違いは、標準プランには損保リスクマネジメントが加入しているサイバー保険による保証がついているため、危険度の高い不正プログラムを駆除する場合の費用がかかりません。ライトプランには保証がついていませんが、その分、1台あたり月々500円と利用しやすいものになっています。実証で EDR サービスを導入いただいた事業者様におかれましては、実証参加に伴う無料期間として、2月末までそのままご利用いただけます。後続サービスご利用のご提案については、個別に千葉銀コンピューターサービスより順次ご案内しております。一部の事業者様へは、損保リスクマネジメントよりご案内します。ご継続の意向については、2月中をめどにお知らせください。継続利用をされない事業者様につきましては、ソフトウェアのアンインストールをいただくことになりますので、ご協力をお願いします。次に、実証結果から得られた千葉県の中小企業等における実態についてのまとめです。まず、千葉県の中小企業等のセキュリティに関する実態と、その実態に即したサービス等にあるべき特徴についてです。セキュリティに関する実態を4つの項目で整理しました。1つ目のセキュリティ対策の導入状況ですが、ウイルス対策ソフト以外には、導入率が 50% を超えたものはなく、年間費用についても
中間値で20万円と多いとは言えません。また、テレワークの実施に必要となる技術的な対策も取れておらず、コロナ禍での影響が懸念されるなど、十分とは言えないというのが実態かと思います。2つ目の体制整備の状況ですが、専任者を置いたり、セキュリティに関する情報共有の仕組み作りがいずれもできておらず、やはり十分とは言えないというのが実態かと思います。3つ目のセキュリティに関する意識ですが、ほとんどの事業者で実際にサイバー攻撃を受けた経験がないため、リスクが顕在化していないこと、また外部からのセキュリティに関する要請もこれまでにほとんど受けていないことから、優先度は低いというのが実態かと思います。4つ目のセキュリティの習熟度ですが、自社の情報資産の管理を含めてベンダーに任せていることが多く、自身で知識習得は進みにくい状況と考えられ、優先度は低いというのが実態かと思います。こうした実態に即したサービス等のあるべき特徴等を3つに整理しました。1つ目は、今後追加で導入するのに現実的な価格帯や内容であることです。対策にかけるコストを極端に増やすというのは、事業者において現実的ではないため、導入コストが現在かけているコスト等に照らし、現実的なものである必要があるといえます。現在かけているコストが20万円であれば、その金額と同等程度が望ましいと考えられます。2つ目は、導入にかかる負荷は最小限であることです。専任者は多くなく、全体的なリテラシーも十分ではないという体制整備状況を考慮し、時間的拘束を含めた導入にかかる負荷が最小化されている必要があると言えます。3つ目は、導入後も運用は簡単であることです。導入時だけでなく、導入後の運用負荷も最小限であるべきです。また、平時だけでなく、インシデント発生時の運用についても、担当者が慌てる必要がないよう、相談窓口などが利用できるのが望ましいと言えます。続いて、千葉県の中小企業等に向けられているサイバー攻撃の実態と、その実態に即したサービスとしてあるべき特徴等についてです。まず、攻撃の実態を攻撃の対象と攻撃の内容から整理しました。攻撃の対象ですが、UTM では9割超の事業者で何らかの攻撃を受けている痕跡が確認されました。また、業種や規模に大きな偏りは確認できず、安心できる業種や規模はないと言えます。EDR についても、7割超の事業者で不正プログラムによる攻撃の痕跡が確認され、こちらも特定の業種への偏りは確認できませんでした。攻撃の内容についてですが、UTM ではウイルスの侵入やスパムメール、また事業者自身を狙った攻撃や、事業者のユーザーや顧客を狙った攻撃も多数確認され、多様な攻撃が頻繁に向けられていることが確認されました。また、UTM だけでは検知できなかった高度な攻撃も確認されました。EDR では、検知された不正プログラムのうち約 4% ではありますが、ウイルス対策ソフトによる隔離等の安全な処理が行われていないことが確認されました。このようなサイバー攻撃の実態に即したサービスの特徴を2つのポイントでまとめると、1つ目は、広範囲を多様な機能で守ることができるネットワークの境界線での対策であることです。多様な攻撃への対策として、局所への対策よりも、UTM のようにネットワークの境界線に導入することで、配下のネットワーク全体を守ることができる対策を優先するべきと考えられます。2つ目は、ウイルス対策ソフトを保管するパソコン端末への対策であることです。実証を通じて、ウイルス対策ソフトによる安全な処理が行われない不正なプログラムが実際に存在することが確認できましたので、ウイルス対策ソフトの機能を保管するパソコン端末への対策も優先度は高いと考えられます。また、テレワークに向けた環境整備としても、パソコン端末への対策は優先度は高いと言えます。最後に、実態に即したあるべきサービスの具体的な内容と、保険の有効な活用方法についてです。まず、望ましいサービスの内容についてご紹介します。先に整理した5つの特徴から、こちらに記載の通り整理しています。ネットワーク単位での対策としては、UTM サービスが、
パソコン端末への対策は EDR サービスが適していると言えます。導入するのに現実的な価格帯ということで、導入価格については、現在かけているコストの年間20万円、月々に直すと1万7000円程度から導入できるものであることとしました。導入に関わる負荷が最小限であるために、問い合わせ窓口を含む導入支援サービスが利用できること、そして導入後も運用が簡単であることについては、SOC サービス、もしくは類似の運用支援サービスが付帯されていることと整理しました。続いて、実証結果を参考にサイバー保険の活用方法についても検討しましたのでご紹介します。サイバー保険は、サイバー攻撃で事故が発生した際の事故対応費用や損害賠償が必要になった場合の損害賠償費用を保証してくれるサイバーセキュリティ対策における最後の砦と言える保険ですが、十分な保証を得ようとすると、その分保険料も高額になるため、こちらに記載のような効率的に活用する方法を検討することをお勧めします。まず、最低限の保障として付帯方式サイバー保険を活用することとしています。付帯方式サイバー保険とは、サービスに保険がついているものです。仕組みとしては、サービス提供者が保険に加入し、その保険からサービスのユーザーへ保証を提供するものです。ユーザー自身は保険加入手続きは不要です。対策を導入し、サイバー攻撃を検知したとしても、費用が払えないので、攻撃についての調査や駆除が対応できないということでは、対策導入の効果が半減してしまうので、事故時の初期対応費用を確保する目的で付帯されています。そのため、保証金額としては数百万円と限定的なことが多くなります。付帯保険で初期対応費用を確保すると、事故対応の専門業者を迅速に手配することも可能になります。サイバー攻撃による事故への対応費用は何かと高額になるため、専門業者側も要請を受けても、まずは信用調査が必要になります。その際に保険の保証が受けられることを伝えていただくと、スムーズに進めることができます。続いて、サイバー保険に加入する方法です。こちらは、付帯方式の保険が必要最低限の保障だったのに対し、それでは不十分、詳細な調査などの高額な費用や損害賠償への十分な保障が必要と思う場合に、ユーザー自身で保険に加入するというものです。このように、付帯方式保険の活用をベースに、必要に応じてサイバー保険に自分たちで加入するのが効率的な保険の活用方法と考えられます。最後に、千葉県サイバーセキュリティお助け隊が高度サービスとして提供する損保 SOC 並びに損保シェリフが、千葉県の中小企業等の実態に即したサービスになっていることをご紹介して終わりにしたいと思います。こちらに記載の通り、望ましいサービスの特徴を全て満たしており、付帯方式サイバー保険も付帯しております。ぜひ継続利用をご検討くださいませ。以上をもちまして、千葉県サイバーセキュリティお助け隊成果報告を終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。